いはいはいはい、松尾修造の彼知ってます、今日も行きます。今日ね、タイガーっていうのをね紹介させてもらいたい。タイガー言ったら何を思い出します？タイガース、それからタイガー魔法瓶。違うんですよ、これね、大阪にね、この7月にオープンしたんですけど、タイガーというね、コペンハーゲン、コペンハーゲンってどこですかね、デンマーク、デンマークの、まあ、言うたら100均みたいなもんですわ。もう100円のものいっぱいあります。高くても2000円ぐらいの雑貨屋さん、いろんなもの売って、おしゃれなね、まあこう見てもらったらカラフルで、 IKEA とかもねそうですけど、まあヨーロッパあの方に行ったら本当に日本と違って、もう見たことないようなカラフルなものたくさんある。そのね、コペンハーゲンにあるそのタイガーっていう店がね、大阪の新沢橋でオープンしました。非常に、流行っているということを聞いてます。まあ、100円から本当に上限2000円ぐらいまでしかないそうなんですけど、ね、いろんな雑貨が、売ってるというね、こうタイガー、ぜひこれよかったら関西の方、大阪来た方は行ってください。コペンハーゲンの、まあ、小売スタイリッシュな、まあ小売店でね言いますか、タイガー覚えてください。松尾修造のこれ知ってますです。ありがとうございます。自分で拍手を。